小村千穂は日本の声楽家でオペラ歌手。東京に機械性会員。姉の小村美希は NHK 千葉放送局のキャスターで OBS 大部放送の元アナウンサー。東京都出身。東方学園大学音楽学部。声楽専攻終了。同大学研究課程終了。東京に機械性会員。東京に機械オペラ研修所マスタークラス終了。 終了時に、奨励賞、優秀賞を受賞。成績優秀者として研修所コンサートに出演。声楽を、大島育を、里中豊子両名に指示。3歳の頃から歌を始め、姉の小村美記とともに、童謡歌手として活動。日本コロンビア、桜さらさら地球をくすぐ、茶を。100万人のお子さんが聴いて育った童謡シリーズなど、童謡。 お遊儀会 CD を多数ソロ録音。同時に、数々の CM や、コマミポップ N ミュージック級ゲーム中歌人間っていいな、なども担当した。2017年10月、西武グサシ新作オペラブッファ、クルオシ真夏のついた地下政府、リサ役にてオペラデビュー。2018年2019年、3歳からの渋谷子供オペラ、ヘンゼルとグレーテルヘンゼル役。 2019年3月、杉並区民オペラ、ジャニスキッキラウレッタ役などで出演、好評を博す。BSTBS、日本名曲アルバムに、声楽アンサンブル、アミーチギリの花メンバーとして出演中。声楽以外にも、司会、朗読等も手掛ける。第23回、NHK 杯全国中学放送コンテスト朗読、部門最優秀賞。第27回、 東京都中学放送コンテスト朗読部問題3位。テレビ朝日アスクアナウンサー養成コース、研究科終了。2018年、名手たちの公共楽団ニューイヤーコンサート、ムソルグスキー、組曲、展覧会の絵ナレーション会場、シダックスカルチャーホール A 演室、初谷隆氏エレクトーン、清水のりこまじょ、母、父、エバラケージ、グレーテル、 森川文、ヘンゼル、小村次保、炉の聖、赤月の聖、滝口さゆり2019年会場、杉並公会堂式、大久保新、演出、三浦克也、出演、東ず一、高田正人、丸山夏美、青地秀行、他会場、シダックスカルチャーホールへ演出、初谷隆氏、エレクトーン、清水のりこまじ母、七、江原刑事、グレーテル、 森川文、ヘンゼル、小村千穂、炉のせい、月のせい、竹口さゆり、ありがとうございます。